沢優子は、日本の戦後問題ジャーナリスト、キャスター、予備自衛官、モデル、慶応義塾大学環境情報学部在学中、秋田県出身、埼玉県育ち、東方学園芸術短期大学卒業。高校卒業後に、芸能事務所に所属するが、突然の事務所の倒産により活動が頓挫し、新聞小学生を経て短大に入学。 短大在籍中に当時自由党に在籍していた西村慎吾の選挙バイトをきっかけに安国神社清掃奉仕活動旧日本兵の遺骨収集事業を経て卒業後はモデル活動の片原指自衛官の訓練に参加するようになる。2010年アッパグループによる第3回真の近現代史観検証論文の最優秀富士聖師匠を受賞。以後、 日本文化チャンネル桜を中心とした保守論壇に活動の場を広げるとともに陸上自衛隊予備自衛官二等陸士となる。平成30年現在は予備陸士長。また、戦争を戦った人々の声を後世に少しでも伝える目的で祖父たちの戦争体験をお聞きする孫の会を設立し、フィリピンなどで元日本兵の遺骨収集活動も行っている。 2014年の東京都知事選挙では、たもか都と候補を支持し応援演説にも参加。選挙期間中、日韓現代などの各種メディアは、カツラギの中井、色まで、さや、浅野美らを、たもかガールズと呼んで取り上げた。2015年2月、慶応義塾大学環境情報学部に、一般入試により合格し、同年4月より進学。頑張れ日本。 全国行動委員会結成大会に出席する、沢優子。頑張れ日本。全国行動委員会の活動への参加に加え、シベリア抑留の真実を学ぶ、会代表、元谷俊夫主催の、勝平塾の特別講師、顧問を務め、靖国神社数形法参会の青年部朝蘭にも、部員として参加。祖父たちの戦争体験をお聞きする、孫の会代表として、 戦争体験の聞き取り活動も行っている。2001年から、伊洋島、南洋諸島、シベリア、フィリピン、ミャンマー、ロシア、モンゴル、パプアニューギニアなどで戦没者の遺骨を集める活動を行い、遺骨収集の必要性を主張している。ありがとうございます。